きまで一瞬寝てて寝てた。おはようございます、おはようございます。広島帰ってきました。広島に帰ってまいりました。そう、さっきさ、ショールーム開いたらさ、なんか配信しようと思って20時30分からなんか浴衣祭りみたいな。IKKOさんめっちゃ可愛いギフトありがとうございます。ありがとう、ありがとう。浴衣祭りみたいな出てて、え、待って待って待って、気まずいってなって、いや、なんかね、ショールーム開いたら出てきたの、20時30分より浴衣祭りがどうたらこうたら、え待って、あれおかしいな、そんな聞いてないぞってなった、気まずいってなった。え、どうしよう、20時、え、どうしよう、この時間ってさ、もしかしてみんな浴衣着てる感じ、そんな感じなの。そう、あれ待って、20時30分待って、私が待って、あれ関係ないあれ待って、違うってなって、ちょっと焦ってて1分ぐらい始まるの遅れました。いや待って、知らない、そんなこんなぴったり被ることありますか。こんなぴったり被ることあるのって思って、え、でもなんかね、知ってる、なんかそういうのがあるっていうのはちゃんと知ってたんですけど、あ、今日の20時半だったんだみたいな。いや、なんかだいぶ前にあのそういうのがありますっていうのは来てたんですけど、今日も20時半いやってなった。いや違う、狙わないよ、やるなら狙いますけど、浴衣着るなら狙いますけど、こんなちょっと寝起きでボサボサで狙わないです。はあ、ボサボサ、やっちまったな。特賞はなんとあの人気ゲーム機って、なんだったっけ、なんかだいぶ前に見た記憶はあります。なんだったっけ、何時までやってるの。その浴衣祭りは何時までやってるんだろう。カズサさん星10個ありがとうございます、ありがとう、あ、22時半までやってるんだ、そうなんだ。確かにもう髪伸びたくない、え、もう髪伸びたくない、髪伸びてる気がする、まだ間に合う。
なるほど、似合う。浴衣はすぐそこにあるんですけど、浴衣はすぐそこにあるんですけど、この前来たので、今日は浴衣を着るような、浴衣を着るコンディションではないか 浴衣を着るコンディションじゃないかもしれない。大切ですよ、コンディションは。浴衣のコンディションがあるんですよ。髪がボサボサ。じゃあどうしよう、ちょっと着ようかな。着ようかな。じゃあとりあえずちょっと、よいしょ。すごい変な畳み方で直してたので、ちょっと変な待って、アイロンとかさ、かけるべきだと思うんですよ、浴衣って。浴衣って着る前にアイロンとかかけた方が絶対いいんですよ。めっちゃシワ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 かも。上から羽織る。直すとか私今言ったっけ？直す方言なの？違う気がしない？これ浴衣着てる感なってなくない？どうやった？ちょっと今日メイクがさ、薄いんじゃない？ちょっと待って、こんなつもりじゃなかった。私今日眠いんですよ。今日眠いんですよ 私本当に昨日寝れなくて、ちょっと待って、これ絶対浴衣じゃない。本当、湯上がり、温泉上がりの人みたいになってる気がする。ちょっと、どうだっけ？浴衣ってどうですっけ？あ、こうだ。こうだ。シャツが見える。シャツ、よいしょ。
浴衣感がちょっと出ない。浴衣の時ってなんかどうしてたっけ、何してましたっけ。よいしょ、髪の毛、髪の毛、メイク、まずい、頭が回っていない、鏡、遠くにある。とりあえず、頭が回ってない。私はとりあえずリップ。髪の毛が私さ伸びた気がするんですけど、気のせいですか。浴衣の髪ってなんだっけ。え、そう、もう寝てたんですけど、待って、私ピンがない私ピンがない、ピンがない、私ピンがない気がする、ピンを持ってない気がしてる。待って、ピン ピンがないので、ちょっとすいません。待って、何この配信、待って、ちょっとなんか変な、ちょっと違う、
しょよいしょ、あ、ちょっと君危ないな、ちょっとここ危ない、よいしょよいしょちょっと何を私はなんだ待ってちょっと待ってもうピンがないのでピンがなかったら無理じゃない？私はお団子にしたいの私はお団子にしたいの団子にしたいのに、なんだろう、ちょっと待って、違うんですよね。私は今日の配信をね、30分ぐらい「ただいま」「ただいま」っていう配信だったんですけど、おかしいな、ちょっともう団子は諦めて、何があるかしら、私は絶対に後ろを向かない、絶対に後ろを向きません、とりあえずそうです。私はあ、もう浴衣じゃない、浴衣じゃない、ちょっとここら辺がもうちょっとくるくるしたいですけど、あっ
対に後ろを向かないと決めた。絶対に後ろを向きません。ちょっと浴衣のコンディションではないので。鏡私も持ってきたんですけど消えちゃった。鏡が消えちゃった。さっき持ってきたんだけどな。さっき持ってきたんだけど、横も向けないじゃん。さっき持ってきたんだけどな。踏んでる？なんだっけ何の話を私はしたかったんだっけ。鏡がないので一旦立とう。あ、別に見えてもいいんだ。そう、私は購入品紹介をしたかったんですよ。私購入品紹介を今日しようと思って。怖い。私さ鏡持ってきたって言ってさ、ずっと騒いでたじゃないですか。鏡がなくなりましたって。鏡を私全然持ってきてなかった。
しょよい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 しょ。配信一旦切りたくなっちゃった配信切りたくなっちゃった一瞬巻いてきていいかな。鏡は持ってきた。鏡は持ってきました。一瞬巻いてきます。ちょっと一瞬巻いてきます。一瞬20秒で大丈夫です。よいしょよいしょよいしょ。20秒だ。ぴったり20秒だ。体感20秒だ。髪型やだな。髪型変えよう。なんだっけ、私はなんかの話なんでこんなことになってるんだろう。髪型は
そう、広島に広島に帰ってきたという私は話を、したかったんですけど、マー君めっちゃ可愛いギフトありがとう。ちょっと今めっちゃ可愛いのいいができないので補ってください。そう、ずっと福岡帰ってました。で今日は、そう、昨日の夜がなんか寝れなくてフフ、私猫アレルギーなんですけど、おじいちゃんおばあちゃんのうち猫ちゃんがいるので、多分それとかの影響もあって、もうね、ちょっといろいろと大変で寝れなくて、あれ、そう、くしゃみとかめっちゃ出た。あれ、なんか変じゃない変じゃない？鏡、待って鏡。あ、ちょっと出すところが違うのね。そう、なのでもう一周回って寝るの諦めてたんですけど、これは私が好きな、好きでよくするフィッシュボーンって髪型してます。ちょっとね、三つ編みとは違うんですよね、やり方が。魚の骨です。そう、なので寝れなくて、何が言いたいかというと、私は今すごく眠い私はね、今日すごく眠くて、そう、寝てないので。あ、そう、お墓参り行った。お墓参り行きました。私さ、ずっと行きたいって言ってたけど行けてなかったので、もうやっと行けて本当によかった。ちょっと髪飾りが邪魔で見えないなそう、私がね、あの、何をこんなに長々と話していたかというと、要約すると、私の弱いの話を要約すると、そう、私は眠い私は眠いってそう、そう言われてると、ね、眠くて今仕方がないと言われてちょっとなんか、あれ、すごい、あの、すごいねすごい、人生って、あの、1時間後に何をしてるかって分かんないものなんですね。というちょっと勉強になりました。え、待って、下手くそ。ちょっとさ、なんか画面じゃ見づらいな。あ、でもちょっと誰かここに鏡を持って固定してくれる係が欲しい。ちょっと鏡もう片手で頑張ろう。あ、もう画面見た方がいい。なんかそういえば今日私ついてないのかもしれない。そうだ、
かね、いろいろ今日買いたいものがあったんですよ。買いたいものがあって、いろんなお店行ったんですけど、一個もなかったの。3種類ぐらい買おうって思ったものが本当に一個もなくて、そう、一個もなくて、え、もうその時点でもう本当に無駄足をぐるぐる回っちゃって、ついてなかったなって思ってバスに私乗ったんですけど、バスで人がいっぱいで、そうだ、降りたかったバス停 で降りれなくて、その一個次のバス停で降りたんですよ。だからこれもちょっとついてないなって思って、私あのキャリーバッグ持ってめっちゃ大荷物で、だから歩いたんですえ、そうだ、あ、え、今日そう眠い中歩いたのだってよくわからないって、え、分かってちょっと頭がもう今回ってないので、ちょっと何を喋ってるか変な日本語になってるかもしれないんですけど、乗り過ごしではない、あのたまになる、私はたまになる、人生で多分5回目ぐらい降りたいけど人がいっぱいで降りれなくて、すごい悲しいやつ。学生の時とか以来になったかも。キクちゃん、クマありがとう、クマありがとうございます。そう、あ、すいません、あみたいなそれになって、クマありがとうございます、キクちゃんありがとう。え、学生とかの時はただなってたんだけど、そうだね、社会人になって初めてなったから、やっぱ今日それでさ、今なんか、え、こんな よくわからない時間を30分ぐらい過ごさせてしまって、今日はなんか悪い日なんですか、私。今日双子座もしかして12位ですか。浴衣で配信中ってライブタグ入れるといいことあるの。あ、なんかあれでしょ、なんかあの審査員なんかちらっと見た、なんかくじ引くみたいなやつ、テロップタグ、浴衣で配信中、あ、え、すごい、お料理中お料理中も入れようかな、ついた。あ、でもさ、浴衣じゃない、え、浴衣じゃない、浴衣ですか、これは浴衣に見えますか。もう、あ、でも今なら横も向けるし、浴衣じゃない、浴衣に見えますか。ちょっとなんか、顔がむくんでますね。あ、でもありがとう、優しい、優しいね。あ、ちょっとテロップなんて書く、テロップ、テロップは、テロップもいるの、テロップも浴衣で配信中、浴衣、テロップも書こう、テロップ書こう、浴衣マーク、あ すごい、もう皆さんが浴衣に見えるよって言ってくださったから、もう急に浴衣ぶります。あ、ちょっとね、コンディションはあの気合です、目を
目をこう、あ、でもちょっと目が眠くて開かないんですけど、とりあえず目を開いたら、あ、なんとかなら、なってないです、なんとかなってないです。アイライン、アイラインだ、アイラインを、アイラインをちゃんと目尻以外も引く。ちょっとアイラインを引いている顔はお見せできません。あんま変わんないなあんま変わんないな、あんま、じゃあどこだ、じゃあなんだ、コンシーラーかコンシーラーじゃない、コンシーラーな気がしてきた。待って、スポンジが、スポンジがもう手元にないので、ちょっともう手で失礼します。コンシーラーで、涙袋、顎を削ります。そしてハイライト、ちょっとマシになりましたちょっとマシになった気がします。リップ、リップをじゃあちょっと濃いやつつけます。チーク、
え、本当に珍しい。本当に私配信でメイクとかしたことなかったから珍しい気がしてますけど、多分今眠いから頭が回ってません。ちょっと画角の問題ですかね。このね、このライトね、色が3色あるんですけど、私いつもどれがいいんだろうって思ってる。どれがいいですか？1つ目はこれです、白。2つ目がこれで白と黄色、3つ目がこれで黄色。どれがいいと思う？白いの？あ、白が人気だ。あ、白が人気。これがいいんだ。これがいいんだ。そうなんだ。へえ。あ、白と黄色も。そうなんだね。じゃあ白でいこう。よし。完成。できました、できました。カンサさん、めっちゃ可愛いギフトありがとうございます。ありがとう。ありがとう。すいません、すいません。もう今までの何分経ったんだろう。始まってから、私は何時に始めたっけ。30分か。え、え、50分。で、嘘でしょ、嘘でしょ、嘘でしょ。50分、50分だったんだ。え、嘘でしょ。ちょっと始まった瞬間と、あ、そっか、ちょっと始まっ、でも確かに始まった時はもう、そっかもう、そっか。そっか、ちょっと言葉が出ないです。体感20分ぐらい？いや、私はもうね、記憶がありません。ちょっとこの50分間の記憶がもうね、ないです。のりさん、花火ありがとう。はんちゃんもギフトありがとうございます。記憶がないです。何してたっけ。なんかあったような、なんか思い出したくないことがあったような、なかったような気もするんですけど。あ、こんばんは。こんばんは。広島に帰ってきました。広島に帰ってきました。こんばんは。そう、ずっとね、おじいちゃんおばあちゃんち行ってました。すごいね、私なんか夏の終わりにやっと夏を感じました。やっと夏らしいことができた感じでした。なんかね、お友達と会ったりとかして楽しかったです。楽しかったです。そう、かき氷、縁側でかき氷食べたんですよ、おじいちゃん。うちの縁側で。でも配信、
あれだよね、すごい電波が悪かったみたいで申し訳なかったです。めっちゃさ、ループしたりしてたんでしょ。申し訳なかったです。私もう一人でまったりまったりかき氷食べてたんですけど、あ、今日は浴衣配信なんですねって。そうなんです。あの今日あのイベントがね、今日30、あれ そうなんですよね、あの8月30日はの20時半からハッシュタグ浴衣で配信中ってつけて、あの配信したら9時台抽選大会があるんですよそう、お祭りがね、 あるんです今日ショールームで。パンダアバターが出張訪問してくださるらしくて、そう、あの特賞は特賞はなんか人気ゲームがね当たるみたいで、ちょっとやっぱりね、皆さんとこのあのお祭り感を楽しみたいなって思って、そうちょっと楽しみだよね楽しみだよね。ドキドキするね、来てくれるかな。そうなので、ちょっと今日はお祭りですお祭りです。私二重人格かもしれない私二重人格かもしれない。どうしよう人格あれ人格がちょっと どっちで言ったらいいですかどっちの人格で言ったらいいですか。どちらでもできますけど棒読みだった本当どっちで行くから選べますけど、あのセーカリンモードかヘニョヘニョモードか選べますけど、どっちがいいですかね。どっちがいいですかね。ヘニョヘニョモードは今日は全く運がついてなかった原田モードです。そんなないモード言われても困る。ないモードはないです。気を抜いたら私は眠気が来てしまうので、眠気が来てしまうのでちょっと気が抜けないです。すごい。でもさ、私も浴衣この前配信できて、もう今年着らないって思ってたから、なんともびっくり、なんともびっくりです。結構浴衣着たかも、この夏着れたかもしれない。1 2 1
1,2,3 5回配信とかも言ったら5回かな。どうだろう、どうだろう。めっちゃ来てる。でもいいですね、この8月の終わり。8月が終わるんですよ、早すぎない？8月30日ですよ。8月明日が31日です。びっくりだ。宿題終わってる？みんな宿題終わってる？いやー本当にもう何年か前の今日とかはもうめちゃめちゃ焦ってた。めちゃめちゃ焦ってました。もう今日寝れないとか普通に言ってたと思うから、懐かしいね。頑張れ頑張れ。何年か前の自分。もう私は今日はいっぱい寝ます。今日は早く寝ます。やってた。そう、姉ちゃんにお願いしたりしてた。もうこの何の宿題、数学をお願いします、お願いします。英語は私がするので、お願いします。ちょっとやってもらってたな。1,2,3花火ありがとう。懐かしいや。眠い。やばい、私ちょっと、あ、よし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 、大丈夫大丈夫。そうね、宿題ね。宿題、そう宿題があって、うん、すごいすごいですよね。すごいですね。あ、なんかいろいろ話したいこともあったんですけど、もう頭が回ってない。なんだっけ、なんかあったんですけどね。目薬は買いました。目薬は買った。でもモアリップはね、どこにも売ってないです。もうでも熱帯雨林でない買うしかないかもしれないですね。そう、友達と鍾乳洞行ったりしました。鍾乳洞ね、めっちゃ濡れた。私はすっごいひらひらのスカートとなんかブラウスみたいな感じで行って、そんな人周りに誰もいなくて、ちょっと、あ、服装明らかにミスじゃんって思って、なんでびちょびちょになるんだって。もうね、膝より上ぐらいまで水があるの。もうね、水の中を歩いていくんですよ。そう、水の中を歩くの。すっごいもうかがんだりしながら
そうだからね、だからね、明らかなミスでしたけど、本格的だよ。結構長かったし、ちょっと動画とか撮ってるので載せます、いつか。ツイッターに ツイッターに載せます。本当に浴衣って浴衣じゃん。どう見ても浴衣ですよ、初めから。今日は浴衣の配信の日だから。浴衣の配信の日だよ。そう、涼しかった。めっちゃ涼しかった。寒いぐらいだったもん、鍾乳洞の中。転ばなかったけど、なんか転びはしないけど、わーみたいななった。バシャンみたいな。それでもう水もバシャンって飛んで、もうびしょびしょ。 でもね、夏だからすぐ乾いたのでよかったです。鍾乳洞は虫いなかった気がする。虫はいなかったです。でもね、おばあちゃんちが、じいちゃんおばあちゃんちが自然の多いとこなので、めっちゃ虫出るんですけど、お家とかに。そのおばあちゃん、じいちゃんおばあちゃんちに着いた日の配信では、もう虫が出たらもう無理だっていうようなことを言ってたと思うんですけど、もうね、今日とかにはもう慣れてた。あ、虫だーみたいな。 G には出会わなかったです。よかったです。 G はさすがに慣れないから。でももうね、ちょっとちっちゃい虫ぐらいだったら、あーみたいな。 そう、意外と適応力があるのかもしれない。もうね、まあいるよねみたいな ぐらいになった。住めば都。でも今自分の、なんだろう、今出たりしたらもう無理かも。 もう無理かも。あ、でも今日ぐらいまでなら大丈夫かも。虫免疫今はあるんですけど、もう明日ぐらいになったら無理かもしれない。どうだろう、1週間後は無理ですね。カベチョロはいなかったです。カベチョロには会いたかったけど会えなかったな。カエルのお友達をと、カエルがいました。多分カエルでした。飛んでた。ドア出たとこに飛んでたので、あれはきっとカエルでした。カエルだって思ったけど、バタバタしてたから全然触れ合えなかったんですけど、多分カエルだよね。多分一瞬だったのでちょっと分かんないけど、おそらくカエルでした。カエルは飛ぶって言わないのか。跳ねる。跳ねるっていうのね。
くといこたつさん、尊いギフトありがとう。ありがとう。あ、買ったもの紹介します。買ったもの紹介します、はい、こちらのちょっとなんかへにょってなってる。へにょってなってる。ちょっとここがすごい狭い今通路みたいな場所で配信してて、その上ちょっと今メイク道具が散らばってて狭いんですけど、よいしょ、こちらだだだだだーん、持ち上がらない。座椅子ルームチェア。さあ、気になっていたでしょう、気になってたでしょう、見たことなかったでしょう、気になってたでしょう、あったんですよ。キャラ変してないです、眠いだけです。あ、トークがへにょいってちょっと、はい、そうなんですよ。ちょっと待って、うまくモードに入らなかった。ちょっと待ってね。あそう、座椅子ルームチェアを買ったんです。あのさ、いつか数日前にさ、気象報告のツイートでフランフランのすごいなんかフランフランの前に立ってる写真、めっちゃ大きい袋持ってる写真とかのあげたじゃないですか。それです、これです、これでした。これだったんです。他にもちょっと買ったけど、実はこれだったんです。そう、あのね、持ち帰ったんですよ。お姉ちゃんと買い物行った。そうでさ、私はあのこうやって展示されてて、普通にこう座る状態のまま展示されてたから、なんていうのかな、持って帰るときはこうやって2つにパタって折りたたんでコンパクトになってこう持って帰るって相当想像して持ち帰ろうとしたんですけど、そしたらなんとこうこの椅子こうなってるのがガガガガガってなってなるんですけど、こう開かれた状態のままのお持ち帰りだったのでめっちゃ大きかったの。そうだからちょっとお姉ちゃんとね顔見合わせました。え、あれ、あ、待ってあ、こんな感じ、あ、なるほどねってなって、え、こういうパターンねってなって、袋に入れますかって聞かれて、あ、お願いしますって。そう、見たことないような大きなサイズの袋に入れていただいて、それを持って帰りました。びっくりしちゃった。そういう感じなんだって知らなかった。でもね、頑張りました。頑張って持って帰りました。
だね、ここ最近で一番大きいお買い物でしたね。すごいいい感じ、いい感じなんですよ。なのでこれからはここに座って配信をしようと思います。いや車、お姉ちゃん車運転しないので、いや運転はするけど今しないのでちゃんと持って帰りましたよ、私がとことこガタごと。カムカムさん、ギフトありがとうございます。ありがとう。なんかね、交通機関に乗って持って帰ったんですけど、もう置き場がないから、その置いとける場所がないから、こう席に座って後ろに立てて、なんか背もたれみたいにして持って帰った。筋肉痛にはならなかったです。頑張った、あ、頑張りました。あとなんか買ったかな。じゃあ私が帰省してた福岡で買ったものを紹介します。ちょっとちょっと向こうにあるので取ってきます。よいしょ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 。これはT シャツなんですけど、私お店のこのお店通りかかってパッて飾ってあってめっちゃ可愛いって思って買った T シャツです。前は普通にね、シンプルな感じなんですけど、後ろが来たらパグをリュックみたいに背負って背負って踊れるんです。知ってて買ったってどういうこと？
これデザインです。可愛いので買っちゃった。背負って踊るの親おばあちゃん、おばあちゃんといるときに見つけました。レッスン着、レッスン着として着ます。おばあちゃんといるときに見つけて、いやこれを買おうって言ったらおばあちゃんが買ってくれたおばあちゃんが買ってくれたからありがとう。プレゼントしてくれたので、私はレッスンでこれを着て踊ってそのレッスン動画をおばあちゃんに送ろうと思います。おばあさま、どういうこと一人だけ黒 T シャツ。そうでもなんか店すごい思ったよりリアルなパグだった。今じっくりと見たら、リアルだった。9月2日花は誰のもの公演、もうすぐ、もうすぐです。もうすぐだよね、もうすぐなんだ自分で言って自分で納得してる。すごい、まだまだ先って思ってたけど、もう9月2日出させていただくので、お休みメール、お休みメールの時間なの。嘘でしょ、嘘でしょ、8時半、嘘だ嘘だ。じゃあちょっとそろそろ配信を終わろうかな配信終わろうかな。写真何にしようかな。今撮ろうかな。漏れない。
ぱりコンディションがコンディションダメ。パシャ。撮り直そう。指ハート、そう、鍾乳洞に行った時、私のスマホのカメラが調子が悪かったのでお友達のカメラで撮ったんですけど、お友達がノーマルの普通のカメラで撮ってて、待って、あと4分しかない。あと4分しかない。よし、よし。そしん。よし。いけた。ばあちゃん、じいちゃんばあちゃん家だったら、そのメール送るのにめっちゃ時間かかってた。つながる前に時間かかってたけど、すごい新鮮だった、早いのが。セーフ、間に合った。何の話してたっけ。余裕でしたね。いや、あの電波は1個とかだった、2個とか。
そう、鍾乳洞で私のスマホもう調子が悪くて使えなくて、友達がノーマルカメラで撮ってたんですけど、暗闇の暗い中のノーマルカメラの外カメの外カメでフラッシュを焚いたら意外と意外と漏れました意外と漏れた。新発見に出会いました。新発見だったから、ものは試しだなぁと思いました。撮影状況はそう厳しいです。もうね、こんな明るいとことかだったらもうちょっとね、あ、ちょっと だからお祭りとかで写真撮るときも意外といけるかも、暗いから。あ、でもどうなんだろうね、屋台とかで結構明かりあるか。じゃあ洞窟じゃないとダメですね。もう1時間半経ったの？ 1時間半、1時間半経ったの？じゃあじゃあそんなこんなわけでそろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。さっき二人でやってた。いやー、もう人生何が起こるか分からないということが分かりました。そろそろ壇上を読ませていただこうと思います。ダダダダダンダンダン。13位鳥さんさん、ありがとうございます。12位ヒデキンガーさん、ありがとうございます。11位静岡の天パのたけさん、ありがとうございます。10位イギータさん、ありがとうございます。9位ゆずきちさん、ありがとうございます。8位のりさん、ありがとうございます。7位ゴールドシップさん、ありがとうございます。6位ビルマさん、ありがとうございます。5位キクちゃん、ありがとうございます。4位マー君、ありがとうございます。3位カズサさん、ありがとうございます。2位ショウイチさん、ありがとうございます。そして1位イッコーさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。パチパチパチ。そして、あ、本日のラッキーフォーティーの方はグリーンさんです。ありがとうございました。ありがとうございました
大吉さん、本日の大吉さん、ありがとうございました。ちょっとパンダさん来てくれなかったけどパンダさんちょっとお待てなかったんですけど急遽浴衣でした。ごめんね、ありがとうございます、ありがとうございましたまたありがとう、おやすみなさい、バイバーイ、おやすみ、ちょっと寝ますバイバーイ、またねー。